下津国分寺跡、下津国部山寺跡、下津国分寺跡は、栃木県下津市にある古代寺院跡、国の史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に建立された国分寺のうち、下谷国国分寺の寺院跡にあたる。現在は整備され、史跡公園となっている。本校では同じく国の史跡である下津 国部アマデラ跡についても解説する。現氏委員については、下津国分寺を参照。下津市西部、姿川と思い川に挟まれた大地上に残る寺院跡である。思い川の対岸には、下津国町跡も残っている。一帯は、栃木県内最大級の前方公園墳である、あずま古墳、びわずか古墳、マリシテン塚古墳が残るように、古代から、 下月野市の本拠地として、先進地帯であった。国分寺、国分山寺後は600メートルほどの距離で東西に、並んで発掘されており、現在は、下月市、天平農家公園として整備されている。地域は、南北457メートル、東西413メートル。佳覧は、奈良東大寺用の東大寺式佳覧配置で、南大門、中門、近藤、 坑道が南北一直線上に並び、中門と近道は回廊で接続している。塔は回廊の外側同方に設けられ、その基段の大きさから70頭であったと推定されている。その他、近道、近道の間の東西には、首廊、胸像が設けられていた。発掘調査の結果、1期から5期に区分されている。終焉は不明ながら、 発掘の結果からは11世紀から12世紀代まで、宝刀が伝承されたと見られている。角画乱の詳細は次の通り。下付国分寺跡の東方約600メートルに位置する。地域は南北約270メートル、東山約145メートルで、その東側に南北約211メートル、東山約52メートルの張り出し部分が存在する。 ガラン配置は国分寺同様に東大寺式であるが、塔は建てられなかった。所在地関連施設交通アクセス、周辺構付か古墳国分寺跡に隣接して残る古墳、下付国分アマデラートに関するカテゴリー、ありがとうございます。